こんにちは、ダゴ夫婦でおなじみマッツンです。同じく鬼嫁です。今回はイロハタンとネズミーリゾートに行ってきたを説明するよ。お前は前回のまったり説明で全然懲りてないな。離婚の理由としては決定的なんだが、それは置いといて、まったりしていてね。実は定期的にイロハタンのアクスタで美味しい料理とかスイーツを撮影してるんですが、今回は昨年12月にネズミ家旅行した時の画像をアップしますね。そういえばお前あの時バッグの中からアクスタ出していろんなところで写メ撮ってたな、クソが。でさあね、本当に気持ち悪い。では次の章で紹介していきますよ。それでは最初にネズミーシーでの1枚。私のダフィオと一緒やないかい。一緒に撮影するな。次は夜のネズミーランドであのお城と一緒に撮影したよ。お城は綺麗やな。だけどアクスタにピントがあってぼやけとるやないか。3枚目はその城がお堀に映ったところをパシャリ。今度はちゃんと城が綺麗に見えてるな。アクスタ必要か。4枚目、5枚目、6枚目は水晶宮殿でのスイーツと一緒に撮影したよ。あそこはビュッフェスタイルやからたくさん食べてお腹いっぱいになったな。7枚目はあの落下馬車庵の下にあるレストランでパシャリ。どうしてもパイクルミスープが食べたくて行ったところやってスープが映ってないやないかい。最後の8枚目、9枚目はおもちゃ物語ホテルでの朝食ビュッフェのスイーツです。あのホテルはおもちゃ物語が好きじゃないと面白くないな。私は二度といかんがな。ビュッフェは美味しかったけどね。今回はこんな感じです。次の章では今後のまったり説明についてお話しするよ。今回のイロハタンとネズミーリゾート行ってきたはこれで終了ですが、最後に1枚。防衛府駅で開催されたイリアムのイベントでイロハタンのポスターとアクスタの共演だ。お前が防衛府駅に行くなんておかしいと思ったんや。今回のまったり説明はこれで終了です。次回は、次回は何を説明するんや。手前味噌ですがダゴ夫婦について説明します。離婚の理由がまた一つ増えるな。ある意味楽しみや。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。最後はあの挨拶で終わります。おついろおついろ。この動画は私生活垂れ流し4コマ漫画ダゴ夫婦でおなじみ松野博の提供でお送りしました。